突き刺さってる。入れ、入った。おー、6番やん。こんな顎があるのに悪い時はこうなの。取ってます。竹やぶです。どうだ、どこだ、ピン。お、どこどこ、バンカーの顎。そうだよね、突き刺さってる。本当、もう絶対出ないこれ。リサちゃん、試合での悪夢再び。試合の最終ホールこうなったの。スタートホール、これ。すごい、出た。ここで入れたらすごいよ。しのぐ。しのぐ、入れ、入った。おー、ダボにしない、宣言通り。気合いで入れたよ今。ナイスです。こんにちは。はい、2列あるよね。終盤戦に差し掛かってきました。いくつありますか。いいのね。これね、ピンはね、センターに来たんで、バンカーとバンカーの間にあります。さあ、ボギーでしのいだリソちゃんは今多分パープレーです。厚い、分厚い、乗った、ナイスー。皆様、リサちゃんは行きました。ナイス、エスパ。バンニュー。6番や。こんな顎があるのに、うん、あ、そう。
うまっ。ナイスショー。完璧っす。ピンはセンターのちょい奥です。はい、さちゃんはこのホールパーだとパープレーです。どうしようもないショットを打ちました。これ入れたらパープレーです。リサちゃんにプレッシャーをかけております。入れてほしい。入るか入らないか。入れ入れ。入ったらパープレー。おー先です。ナイスボギー。来てたけど曲がったね。よし、あれじゃ嫌でしょ。あの右あの球は嫌でしょ、うん、でもそんなやっぱコースほど向いてない、うん、全然向いてない。あ、そう。全然いいよ。当たんなかったもん、うん、なんかねこんな感じになって、こういう感じになって終わってた。右足の奥なの？普通のこの構えでなんかこうやって入れば打てるよ。まあ閉じてあげて、うん、こうやって打つでもいいかもっていうぐらい。あー本当だ。そうなの。すげえ。これすげえ。この練習してからドライバー打つと簡単だよって言われた。ドライバーが。ミサちゃんさ、こういうイメージある。こういうイメージ。立ってるイメージ。こういうイメージ。実際は立ってないんだけど。でもやっぱさ動画とかで見るとリサちゃんもやっぱこうだよね、うん、こうだよね。でも自分のイメージはない。ないない。体が変えられないから枯れちゃうんだけど、こういうイメージにしたら出ないな。右に行くのが増える。だからドローしたいから立ってここからクラブを立てて上げてフォローしたみたいな。なんかね、見せてます?この肩から出てくるクラブが立ってる。あ、右手とクラブが一直線になるんだけど、悪い時はこうなるの。あーんって言ってこうなるから、ちょっとだけ気をつけて立てるね。立てるよね。そうそう、確かに後ろから動画撮っててどこ見るかって出てくる手のこれが一本かっていうのを見てる今は。森さん的にはこっち向くのに今度顔残んないよ。一個やると一個ダメだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。
コメントと高評価もよろしくお願いします。